2003年の米軍による占領以後、多くのイラク国民が米軍やイスラム政治勢力によって殺されました。それとともに親を失った子供も急増しています。イラクでは家計の中心を担う父親を失った子供も孤児と呼ばれることが多く、孤児となった子供たちの生活は悲惨です。2012年4月、バグダッドで開催された孤児の日の取り組みで、子供たちが抗議の声を上げました。متى تعود يا بي أصبحت مشتاقا